の YouTube アカデミアへようこそ。さあ、本日も早速参りましょう。と、その前にチャンネル登録と高評価、コメント、通知設定のオン、SNS でのシェアよろしくお願いします。また、チャンネルのメンバーシップと動画の画面の下にある、サンクスボタンからも応援よろしくお願いします。旧 Twitter の X も YouTube では扱わないことも発信するので、概要欄から登録よろしくお願いします。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。時代はすさまじいスピードで進んでいるんだぜ。何を言っているの？いや、知り合いのカメラマンからすごい話を聞いてしまったんだが。カメラマンから？意外と交友関係が広いのね。それで、何を聞いたの？いや、一昔前まではお見合い写真を撮影するだけで5万円の売り上げがあったらしいんだが、現在ではお見合い写真を撮りに来る人が減っているだけじゃなくて、同業者が5000円という破格の金額で撮影しているそうなんだぜ。売り上げが10分の1になったということね。最近は、デジカメの性能も上がっているし、なんなら加工アプリもあるわけでしょ？そりゃ、わざわざ高いお金を払って、カメラマンに頼む人は少なくなるわよね。そうなんだぜ。知り合いのカメラマンも、加工アプリがどんどん進化していくことで、自分の仕事も終わったと感じていると言っていたんだぜ。残酷な言い方をすれば、時代とともにあり方が変わってきたということね。テクノロジーが発達することで、なくなってしまう職業があるわけだな。よしあしなんだぜ。そうね。でも、今後もこの流れは続いていくでしょうね。その言い方だと、今後、必要とされなくなったり、規模が縮小したりする職業が増えていくってことだよな。ええ、実際、その流れが始まっている業界もあるわよ。なんてことだ。すでに衰退が始まっている業界があるのか。それは、どの業界なんだ？それが、テレビと新聞よ。え、テレビと新聞？さすがに、それは言い過ぎだろ。だって、テレビも新聞も、まだまだ大きな影響力を持っているじゃないか。本当にそうかしら？よく考えてほしいんだけど、一昔前と比べてテレビを見る時間が減ったという人は少なくないはずよ。マリサも、一昔前と比べると減っているんじゃない？確かに、そうかもしれないな。YouTube や Netflix を見ている時間が増えたってことは、テレビの視聴時間は減ったってことになるんだもんな。他の娯楽が増えたことで、テレビの視聴時間や新聞の販売数が下がってきた。これは、数字でも確認できることよ。ただ、テレビと新聞が終わりを迎えようとしている理由はそれだけじゃないの。どういうことだ？実は、自業自得の部分があるのよ。自業自得？意味がわからないんだが、どういうことだ？本当に報道しなければいけないニュースを大々的に報道しなくなった。それによって信用をなくしたことも理由の一つなのよ。報道しなければいけないニュースを大々的に報道しなくなった。そんなことをしても、自らの価値を下げるだけじゃないか。だから、自業自得だって言っているのよ。どういうことだ？もっと詳しく解説してほしいんだぜ。それじゃ、今回は大切なニュースを報道しないテレビと新聞の問題点と、今、私たちが知っておくべき重要なニュースについて詳しく解説していくわね。それじゃ、ゆっくりしていってね。早速なんだが、テレビや新聞が大切なニュースを報道しないって言うけれど、具体的にはどんなニュースのことを言っているんだ？それが、コロナワクチン接種後に生じた健康被害に苦しむ人々のことよ。ひとまとめにすると、コロナワクチンのリスクについてのニュースってことになるわね。コロナワクチンのリスク、それ、大丈夫なのか？何が大丈夫なのか？なのよ。いや、最近その話題に触れると、見えざる力が働くって耳にしたことがあるんだが、まさか、ファンの対象になったりしないだろうな。確かに、そういう話はあるみたいね。ただ、今回紹介するのは全て事実なの。事実を伝えてファンの対象になるなんておかしいでしょ？だから、そんなことは恐れずにしっかりと伝えていくつもりよ。本当に大丈夫なんだろうな。勇気だけじゃご飯は食べられないんだぜ。ちなみに、コロナワクチンのリスクについて大々的に報道しないってどういうことなんだ？マリサも知っていると思うけれど、すべてのワクチンにはベネフィットだけじゃなく、リスクが存在する。これは、ある意味で仕方ないことなの。だから、ワクチンを接種するときはベネフィットだけを理解するんじゃなくて、リスクについて理解しておくことも大切になるのよ。そうだよな。ベネフィットとリスクがある以上、両方を理解しておくのは重要なことなんだぜ。それじゃ、ここで聞きたいんだけど、
マリサはワクチン接種が開始された時のことを覚えている？もちろんだぜ。その時、テレビや新聞はどんな報道をしていたかしら？どんな報道？そりゃ、ワクチンのベネフィットを大々的に報道していたんだぜ。そうね。テレビも新聞もワクチンの有効性について、大々的に報道していた。それを見ていた人の中には、ワクチンを打つことが当たり前で、打たない人は周りのことを考えていない人だと非難する人もいたわね。そうだったな。ワクチンハラスメントという言葉が生まれたくらいだからな。実際、ワクチンを打たないことで職場で不当な扱いを受けた人や、退職するしかなくなったという人もいたわね。仕事を失った人もいたんだよな。仕事を失うということは、その後の人生にも大きな影響を与えてしまう。それを考えると、当時の状況は少し異常だよな。少しじゃないわね。かなり異常な状態だったと思うわよ。だって、ワクチン接種は自由意志によって判断できるんだから。それにもかかわらず、ワクチンを接種しない人を非難する動きがあった。これって、集団心理が暴走してしまった結果だと思うの。集団心理が暴走した結果、個人の自由意志を許さない風潮ができてしまった。集団心理こそが正しいのであって、個人の自由意志は悪だと決めつけられてしまったのよ。どう考えても異常な状態でしょ？そして、この現実を作った要因の一つがテレビと新聞にあると指摘されているのよ。テレビや新聞が原因？どういうことだ？あの時、テレビや新聞はワクチンのベネフィットを大々的に報道していた。その報道を見た人の中には、ワクチンのリスクに思いが至らなかった人もいたと思うの。本来はリスクがあることについても十分な説明が必要だった。だって、すべてのワクチンにはベネフィットだけじゃなくてリスクが存在するんだから。それにもかかわらず、テレビは専門家を招き、ワクチンの効果についてばかり紹介してきた。つまり、片側の情報だけを大々的に報道していたということになるの。確かに、あれだけベネフィットを大々的に報道されていると、リスクについて考える人は少なかったかもしれないんだぜ。実際、当時のネット掲示板では、ワクチンのリスクについて書き込むと、陰謀論と一蹴されていたわね。中には、ネットのデタラメな意見は無視するようにとコメントした政治家もいたわね。そういうコメントを出すなら、何がデタラメなのかを説明する必要があったんじゃない？少なくとも、政府がリスクについてもベネフィットと同じ規模でアナウンスしてからコメントするべきだったと思うんだけど。確かに、当時はワクチンを接種しないのはありえないという風潮が出来上がっていたんだぜ。なんといっても、政府がワクチン接種を大々的に推奨して、ワクチン接種者に特典まで与えていたんだもんな。政府とマスコミが同じ情報を流し続ければ、そこに疑問を抱く人が少なくなるのは当然かもしれないわね。ただ、覚えておかなければいけないのは、当時からリスクがあることは分かっていたということよ。それなのに、リスクについては大々的に情報発信していなかった。この事実は忘れちゃいけないと思うの。そして、この状況は今も変わっていないのよ。今も？そうよ。むしろ、今の方がひどいかもしれないわね。ワクチン接種が進む中、ワクチン接種後に生じた健康被害に苦しむ人も増えてきた。本来なら、同じワクチンに関するニュースなんだから、ベネフィットを報道していた時と、同じ規模で報道しなければいけない。でも、テレビも新聞もそのことについては、大々的に報道していないでしょ？確かにそうだな。お笑い芸人の女性トラブルについては連日報道しているけれど、ワクチン接種後に生じた健康被害に苦しむ人のニュースは見た記憶がないんだぜ。どう考えてもおかしいわよね。本当なら、苦しんでいる人がいる事実を大々的に報道していかなければいけない。だって、今もワクチン接種は進められているんだから。ただ、こうした現実に疑問を抱いて立ち上がった人たちがいるのよ。誰かが行動を起こさないといけない中で立ち上がった人がいるのか。誰なんだ？その勇気ある人は？それが、ワクチン接種後に生じた健康被害に苦しんでいる本人たちよ。え？国もマスコミも動かないから、苦しんでいる本人たちが立ち上がるしかなかったの。なんてことだ。苦しんでいる人が行動を起こさないといけないなんて。国も大手メディアも本来の役割を全然果たしていないじゃないか。今回、紹介するのは名古屋市内に住む50代の男性。男性は、車椅子生活になって2年以上が経過しているの。車椅子生活になって2年以上が経過したってことは、それ以前は車椅子なしで生活していたってことだよな。一体、何があったんだ？
男性は、2021年8月にコロナワクチンを接種した後、因果関係は不明だが自分の免疫が神経細胞を傷つける急性散在性脳脊髄炎を発症してしまった。その後、胸から下の感覚が失われてしまい、今でも下半身は全く動かない状態が続いているのよ。それまでの日常が奪われてしまったということか。今まで、できていたことができなくなるのは、想像を超える辛さだと思うんだぜ。そうね。そして、男性のように今も苦しんでいる人は少なくないの。この事実を一人でも多くの人に知ってもらうために、ワクチン接種後の体調不良に苦しむ患者の会が開いた講演会では、様々な症状に苦しめられている人が現状を知ってもらうために自らの声を発信したのよ。なんで、こんな重要なニュースを大々的に報道しないのか意味がわからないんだぜ。苦しんでいる人たちが自ら立ち上がったんだろ？なんで、こんな勇気ある行動を大々的に報道しないんだ？大手メディアが大々的に報道すれば、声を上げた本人たちも少しは救われたかもしれない。でも、現実はそうなっていないの。この事実についても、私たちはしっかりと考えていく必要があると思うの。そうだな。それで、健康被害に苦しんでいる人たちは、どんな症状に苦しめられているんだ？静岡県に住む30代の女性は、ワクチン接種後から2年間もの間、空気が動くだけで泣き叫ぶほどの激痛に苦しめられたと語っているわ。空気が動くだけで泣き叫ぶほどの激痛って、何がどうなったら、そんなことになってしまうんだ？女性は医師から治ることはなく、症状の悪化と軽減を繰り返しながら、次第に動かなくなると言われたそうなの。なんてことだ。絶望的な状態じゃないか。ただでさえ、激痛に苦しめられている中、そんなことを言われたら私なら耐えられる気がしないんだぜ。全身の痛みに悩まされた女性は、今も右手が動かしにくい状態が続いているそうよ。今も続いているのか。この女性も、それまでの日常を失ってしまったってことだよな。女性は、ワクチン接種後に生じた健康被害によって、その瞬間でしか得られない大切な時間や経験を犠牲にしたと語っているの。そして、どうかこのことを忘れないでほしいと訴えているわ。これも、絶対に大々的に報道しなきゃいけないと思うんだぜ。本当にそうね。でも、実際には大々的に報道されることはなかった。そういう意味じゃ、忘れないでほしいと語った女性の苦しみを大手メディアは無視したということよ。大手メディアとして、絶対に無視しちゃいけないと思うんだが、少なくとも、芸能ニュースなんかよりは重要度は高いニュースになると思うぞ。講演会では先ほど紹介した車椅子生活になってしまった男性も、国の対応に対して怒りを訴えたわ。国の対応に対して怒り？どういうことだ？実は、副反応報告のほとんどが、ワクチンとの因果関係がわからない評価不能という扱いにされているの。男性は、この現状に対しての怒りを訴えたのよ。ほとんどが評価不能。そんな状態だったのか。男性は、私たちが住む国は科学医学が十分発達しているのに、なぜ評価不能としか判断できないのか？このことに対して、疑問を抱いているのよ。そうだよな。評価不能って、わからないってことだろ？そんなので終わらせていい問題じゃないと思うんだぜ。苦しんでいる人がいる以上、絶対に終わらせちゃいけない問題よ。少なくとも、国は徹底的に原因を追及する姿勢を示さなければいけない。それをしないということは、苦しんでいる人を無視しているのと同じになるんだから。ワクチン接種後に生じた健康被害に苦しんでいる人たちが、不安を感じないようにするためにも国はしっかりと対応していく。そういう姿勢を示さなければいけなかったの。でも、実際には具体的なアクションを起こさないまま今に至っているのよ。これまで、国はワクチン接種を推奨し続けてきた。こういう背景がある以上、本来は責任を持って対応していかなければいけなかったの。そうだよな。いくらワクチン接種は自由意志による選択といっても、国が接種を推奨し続けてきた背景があるんだから、率先して動いていく必要があると思うんだぜ。マリサのように、この事実を知れば、多くの国民も同じように感じると思う。でも、テレビや新聞が大々的に報道しないから、こういった事実を知らない人が多く存在するの。知ることができなければ、疑問を持つこともできないもんな。男性は、今も奇跡を信じて毎日懸命なリハビリに邁進している。ただ、この事実もほとんどの人に知られていない。男性は、こういった現状を変えていくために自ら声を上げることにしたのよ。ワクチン接種後に死亡した人や、
ワクチン接種後に生じた健康被害に苦しんでいる人が大勢いる。その事実を一人でも多くの人に知ってもらうために、自らが立ち上がるしかなかったの。国や大手メディアが、果たすべき役割を放棄しているせいで、苦しんでいる人たちが、立ち上がるしかなかったということか。男性が、初めて取材を受けた時は、顔は出したくないと語っていた。でも、今では顔を出して取材に答えている。心境の変化の裏には、真実を知ってほしいという思いがあると語っているわ。一般の人が顔を出すってことは、かなり勇気がいることなんだぜ。それでも、真実を伝えていくことを優先したということ。逆を言えば、それくらいしないと何も変わらないと考えたのかもしれないわね。男性は、今後も活動を続けていくと語っている。ワクチン接種後に生じた健康被害に苦しんでいる人たちは大勢いるということを広めていきたい。そうすれば、国も動かざるを得ないと思っていると語っているの。そうならなければ、動けない国ってどうなんだ。情けない話よね。ただ、私たちはこのことを覚えておかなければいけないと思うの。現在の政府は、苦しんでいる人たちを無視し続けている。そういう政府だということを理解した上で、次の選挙に臨む必要があるのよ。個人的には、絶対に入れたくないんだが。苦しんでいる人たちを無視し続けているだけじゃなくて、ワクチンに関する情報も片側の情報しか大々的に発信しなかった。本来は、ベネフィットとリスクの情報は同じ規模で発信しなければいけない。それができていないのであれば、情報操作と指摘されても仕方ないと思うの。つまり、現在の政府は情報操作していると指摘されても仕方がない組織だということ。この事実を一人でも多くの国民が知ることが新しい日本を作る上でも大切になってくるのよ。新しい日本、生まれ変われるのか。簡単なことじゃないわ。それでも、現在の政府が継続していった先に明るい未来が待っているとは思えない。そう感じている人は少なくないはずよ。だからこそ、こういった情報を一人でも多くの人に伝えていき、政府のあり方について考えることができる状況を作る必要があると思うの。少なくとも、苦しんでいる人が自ら立ち上がらなくてもいい状況を作れる政府でなければいけないと思うんだぜ。苦しい思いを訴え続けている人がいることを知らない人の方が多い現実を変えていく必要があるの。動画を見てくれている視聴者のように、自ら情報にアクセスする人たちは、こういった現実を知っているかもしれない。でも、大多数の人は知らないまま過ごしている。だから、情報を知った人が SNS などを使って情報を拡散していくことも大切だと思うの。私たちのチャンネルも、これまで多くの動画をアップしている。でも、まさなお私たちだけの力には限界があるの。だから、少しでもいいから、情報の拡散を手伝ってほしいと思っているの。一人一人の力を合わせれば、大きな力になっていくということだよな。それから、忘れちゃいけないのはワクチン接種は今も続いているということ。つまり、誰もが接種後に生じた健康被害に苦しむ可能性があるということなの。だって、報告されたほとんどのケースが評価不能なんだから。つまり、わからないということ。だからこそ、全国民が知っておくべき情報なのよ。自分は関係ないで終わらせちゃいけないってことだな。今も、これらの情報を知らないまま多くの人が接種を続けている。納得できるだけの判断材料が揃っていないのに、判断を迫ってきている状況なのよ。改めて考えると、本当に恐ろしい状況なんだぜ。自己判断に任せるというのであれば、少なくともベネフィットだけじゃなくてリスクについても知らせる必要があるはずよ。今の状況は、判断材料が与えられていないのに、判断を迫られているってことを覚えておく必要があるの。自己判断という言葉の裏には、自己責任という言葉が隠されている。つまり、何か問題があっても、国は自由意志に任せたとコメントして逃げることもできるということなの。でもね、それが許されるのは、すべての情報を公平にアナウンスした時だけよ。そういう意味では、今の状況はとてもじゃないけどフェアな状態とは言えない。思いっきり、アンフェアなんだぜ。車椅子生活を送ることになってしまった男性は、顔出しをしてまで多くの人に真実を伝えようとした。男性の覚悟を無駄にしないためにも、私たち一人一人が行動していく必要があると思うの。男性の覚悟も苦しみも無視している大手メディアはプライドがないのか？本当なら、こういった正さなければいけない現実を白日のもとにさらすのが果たすべき役割だろ？だから、大手メディアの役目も終わりを迎えようとしているんじゃないかしら？自業自得とは、
そういう意味だったんだな。確かに、これまでの話を総合すると、もはや信用するに値しないんだぜ。テレビや新聞に携わっている人間の中には、ネットや動画サービスの普及によってテレビ離れや新聞離れが加速したと考えている人もいるみたいだけど、どれだけネットや動画サービスが普及しても、本当に必要なニュースを報道していれば、役割は残ったはず。それをしなかったら信用を失っていったのよ。そのことに気づいていないのであれば、本当にテレビや新聞が終わりを迎える日も遠くないと思うの。そうだよな。本来の役割を果たしていれば、需要がなくなることはないもんな。果たすべき役割を果たしていれば、衰退を止めることはできたかもしれない。でも、もう手遅れかもしれないわね。時代の移り変わりによって消えていくのではなく、自分たちの立場を利用して、伝えるべき情報を伝えていくという本来の役割を放棄したことで信用を失った。失った信用は簡単には取り戻せない。小学生の頃に習ったと思うんだけどね。まあ、自らが選んだ道だから仕方ないのかもしれないわね。それじゃ今日はここまでなんだぜ。また次の動画でお会いしましょうだぜ。ご視聴ありがとうございました。